今日はゆっくりと6段を少し聞きました。私はもう何でも興味が湧く方なもんですから、かつて、お琴とか踊りのですねお師匠さんのような方と、いろいろ仕事上その他お付き合いがあってですね、それで山田流とか何流とか爪の形とかですねいろいろ勉強したり、それから和式の音符ですね、縦書きなんですがそれを勉強したりしてですね、6段の一番最初の頃ところはですね、棒引きすれ優しいもんですからチャンチャンチャンってのですね弾けるようになったりいたしました。正月2日私は今度は書き初めでですね計画を練ることにしておりまして、特に今年は重要ですよね。人生50年時代から人生100年時代になりました。人生50年と言いますとですね、生まれて最初の10歳までが成長して、10歳から20歳までが勉強して、仲間も作ったり、思春期の人生勉強もしてですね、そして22で、大体20歳で社会に出て、一生懸命若い頃は朝早く起きて仕事をしてですね、もちろん商売なさることもいるし、みんな同じように働きますね。そしてやがて結婚して、子供ができて、それでできれば家も持ちですねというような夢があるわけですね。しかしもちろん夢というのは危険性も伴うわけで、15か6ぐらいまでは必死になるから分かんないんですけど、受験が大丈夫かとか、それから健康でいけるかとか、就職できるかとか、さらに結婚できるかとか、子供が無事に生まれるかとかそれからちゃんと育つかって言ったら、もう心配事が山ほど増えてきますね。そのうちにはできれば家も持ちたいからローンも組みたいとか、そういった問題には難しい問題がつきまとってきましてね、離婚の問題とか離別、そういったものがその間に挟まってきますね。もちろん両親との離別なんかもその間に入ってくるし、仲良かった兄弟との間も疎遠になったりするしですね、まさに人生なわけですね。それで50ぐらいになると子供も大体、見通しが立ついうようになってきて、俺も人生の終わりが近づいたなということなわけですね。50歳までってのは自分が生きた夢悩みっていうのを含んでまさに人生なんですけど、私は45の時にふと気がつくんですね。随筆を書いていてふと気がつくわけですね。随筆は老婆の1時間という随筆でしたけども、ある地方のところに山の端にですね太陽が沈んで赤くなって染まっているわけです。そこの縁側に、おばあさんが一人座布団の上に座ってお茶を飲んでいるわけですが、家の前に道があってそこを若い人が忙しそうに歩いているわけです。日暮れですからね。その姿を見ておばあさんが、私にもあんな時代があったわねとつぶやくわけですが、そのおばあさんは頭もはっきりしている、膝も痛くない、腰も痛くないんですね。意欲もあるんですね。しかしおばあさんはなぜそこで1時間というものをぼんやりと過ごしているか、それはおばあさんの意思ではなく周りがそうさせたというふうに私がその後解説をつけてるわけですが、嫁さんがですね、お母さんもうお疲れになるから台所私やるわよって言って台所から追い出される、縫い物もしなくてよくなるしお茶だけすすってればいいということになって、老婆にとっては20歳の1時間もおばあさんになった1時間も共に同じ人生の貴重な1時間なのに、もうぼんやりしてるわけですね。それはなぜかっていうと、やっぱり、社会自身が50歳以上の人生についての概念を持ってないんですよね。
トルストイにしてもお釈迦様にしてもですね、それからカント・ヘーゲルにしても、全てですね、人生は50年なんですね。なんでかったら日本というのは長寿国なんですが、今から100年前の1920年には男女ともに平均寿命43歳、赤ちゃんの時の死亡を除いても、その頃戦争がなかったんでね、戦死する人ってほとんどいなかったんです。50歳に満たないわけですから、全ての人が50までの人生計画を持ってるっていうのは、まあ歴史の力占めるところなわけですね。しかし、もう来年だったか今年だったかですね、50歳以下の女性と50歳以上の女性の人口がほぼ等しくなる。おととしか先おととしには50歳を超えた人の平均余命が100を超えるということでですね、いよいよ私たち人生には2つがあるんですね。50歳までの人生と50歳以降の人生の2つがある。年金はほとんど期待できません。したがって私たちはですね、50歳までの人生と同じように50歳以降の50年を考えなきゃいけないわけですね。もちろんお金もそうですし健康もそうなんですが、ただ定年が長ければいい、年金があればいい、元気だったらいいというのは人生ではありませんよ。0歳から50歳までの人生がですね、年金、つまり他人から金をもらう働くところがある、元気だ、それはもう当たり前なんですね。これからの50歳から100歳までの50年間っていうのは、まずとりあえず私たちが自分たちで、自分はどういう計画を持ち、どういう職業ですよ、職業を持ち、そしてまあ元気で90歳ぐらいまでは、人間として生きていくという計画を自分自身で立たなければならないという今時期にあるんですね。あと300年ぐらい経ちますと、50歳までの第一の人生はこうだと、50歳以上の100歳までの人生はこうだという指標ができますが、まだできてないですね。私も一昨年、去年とですね、50歳以上、まず産経新聞出版社のご厚意で老人の嘘という本を出しましたが、これは老人という概念自身が嘘である、もう老人が存在しないということを書いてですね、まあ、次には50歳以上の第二の人生の過ごし方という本を書きました。まあ、そこである程度の大雑把な人生というのは書いてありますので、まあ、今日ご覧の皆様、これをお聞きの皆様で、ちょっとだけやっぱり指針が欲しいという方はですね、Amazon かなんか調べますと、老人の本が2冊ありますので、それを1つあまりいい出来じゃありませんが、まあ、読んでもらいたい。まあ、今非常に難しいのは、それに加えて異性との関係ですね、50歳以上の異性との関係で非常に難しいですね。まあ、ここでは詳しく話しませんが、そこら辺を含めてじっくりと正月の計画、正月にですね、計画を、今年少なくとも1年の計画、まあ40歳以上の人はもう今年の正月に50から100まで自分はどういう人生を送るかが決まらないと計画が進まないですね。緊急の事態じゃないかと思います。私自身はもうすっかりとありまして、今第二の人生の60から90までの30年間の働く人生をコツコツとやってると。私は今77歳ですが、37歳ともう自分で思い込ませて行動しております。ところで、私は2日はですね、箱根駅伝がありますから、午前の8時から、まあ、ゆっくりと箱根駅伝を見てるんですが、まあ、1区はまあ随分長くから、昔はあの箱根駅伝もかなり自由で、私はいつも小さなバイクでだいたい戸塚ぐらいから平塚ぐらいまで一緒に走っておりました。そういうことが許される時代でしたね。まあ、1区は途中から、まあ、最初のスタートはみんなだいたい10キロ付近までは今はもうみんな揃ってきますので、まあ、途中から見ればいいし、まあ、2区は非常に重要な期間ですね。これでだいたい勝負が決まるんですが、まあ最初と最後、鶴見からちょっととですね、
それから権太坂あたりから見れば一応いいかなという感じなんですね。で3区以後は独走になります。独走かもしくは 2,3 校の争いになりますので、今度は見方が変わってきまして、まあ、後ろの 7位以下ぐらいはですね、ほとんどもう放送もしませんしね、まあ、最近では僕全部 あれで見てるんですよ。テレビじゃなくて、インターネットで見てますけどね。で山登りの5区に箱根に入って、まあ、非常にマスコミだけが山の神とか言ってですね、まあ、柏原くんがいたんで、まあ、それを機会にものすごく騒ぐようになりましたが、しかし山登りの5区もそういうスターを追うというだけではない、山の神山の神って言ってもアナウンサーは列挙しますけどね、連呼しますが、そういうことにとらわれずに選手の一人一人の走り方を見るのがまた楽しみであります。この正月2日、ようやく正月から、普通の、生活への橋渡しの第一日という感じであります。